はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。円卓センス丸サクセスやっていきたいなと思います。投資作成でね、まあ結構皆さんあの SS4 とかの先発作ってる方もまあちらほらいるということで、まあね、どのくらいできるかわからないですけど、頑張ってやっていきたいなと思います。初期値このような感じです。まあ平均って感じ、もうちょっと高かったら嬉しかった。そしてデッキでございます。このようなデッキを組ませていただきました。まあここだけね、あの45なんですけども、ここは50が存在しないということで、まあこのデッキが良さそうだということで、まあ他はね50ですし、頑張って結果出していきたいと思います。いきます。久しぶりにやるね。ここはスタミナで良さそうだね。さあ、イベント期間中はもうイベントしかしてなかったんで、あとは特攻サクセスですね、うん、少しでも選手ランク、チームランク上げるためのサクセスをエビルでしかやってなかったんで、ちょっと離れちゃったね。だいぶ期間空いてのサクセスなんですけど、うん、どうするかな。ランスキはアテナ、なんか結構いろんなデッキがあったみたいで、うん、オールアヘ編デッキなんかをツイッターで見かけたり、おお、まあ守備メンタル系を入れてみたり、いろんなデッキ結構試されてましたね、はいはい、皆さん。なるほど。さあ、ここからエピックがスタートでございます。まあ多いとこ行きたいよね。体力落ちてもここでメンタルとかの方がいいのかな、それとも先にメンタル踏んじゃった方がいいのかな。まあでも確保した方がいいね。ここ行っちゃうときついんで、変化いきます。ちょっと怖かったよ。体力落ちるんですけども、そろそろこの回復ね、待ってました。前回の円卓、うん、あの通常時のようになんかルートとか決まってるんですかね。もういやー、ちょっとわからない。でもなんかありそうだね。最初にどの、ヒーローピック行くかとかね、ありそうだよね。ただ今回は、岸田が出ましたね。まずはこの岸田をめがけていく。つけます。やっぱ要所要所しっかり、人数が足りてない時なんかのために一時のアーサ方向狙いつつだよね。狙ったり十時の赤原カンパチを狙って勧誘人数を増やすとか、うん、そういう立ち回りやっぱり大事な感じはしますよね。そうだ。あと今回アイテム持ってきてないからね、どのぐらい乾燥するか、乾燥率どうなんだろうね。なので次のエピックは飛ばしても良さそう。3、2、ここ行くか回復するか。こうやったら回復しつつの方がいいですよね。うん、2確保です。お、こういう回復系イベントはね。さあ、ここ良さそう。ここか。そうですね、1個飛ばします。でコツも取ります。安いとこ取りたくないとこ、もらいたくないとこ、こんなとこ。あと木場くんの戦いのために変化球早く1個つけたいんだけど、よし、牽制。救いの手を差し伸べて、俺がアテナさんの代わりになる。で、エピックですね、真ん中。で、これは絶対取らなければいけない。おお、よかった、3人いてくれた。
こういうの大事だよね。そうですね。ここにいないときつい。で、アーサー出せましたね。はい。うん。で、今。1時3時で、アーサー岸出っすね。うん。つけます。早く回しつつ、勧誘しつつ、あ、こことか良さそう。スタミナいきます。あ、嘘嘘。え？もうどっちかなのか。2位下がるのもしょうがないか。こっちか。行った方がいいよね。そうですね。こっち行きます。やる気ダウンは仕方がない。割とセクイチ後半からは、うん、あのタックで回収するっていう作業が結構大事なんで、彼女評価よりはなんか友達の評価アップの方がうまく回りそうなイメージありますよね、この子。おお、なるほど。これ行きてえなー。でもこれ行くとアーサー取れなくなる可能性が高いんで、ここだね。そうっすね。か、そうっすね。3行っちゃうときついもんね。ここ行きます。アーサーのところ割とね、1ターンとかだよね。あ、もうこれ取るしかないね。3人いるし。これスーパーでかいっすね。ね。で、これはこのまま行っちゃっていいかも。ちょっと変化球1個だけつけさせて。今タック行けなかったらもう練習レベル的にメンタル行って、うん、あの、エピックを回収するしかなかったんで。よかったよ、ね。今のタックはマジファインプレーですね。ファインプレー行きます、守備。よし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 。3人いるってのもでかいでしょう。いいですよ、いいですよ。これ2回目です。うん、エピックで、こっちですね。全部いっちゃっていいね。はい、いいよでよ、こことかいいじゃん。で、また次1個エピックが出るんで、うん、次の位置が大事ってことね。タックでいくとこれだと2番につくんで、モード、うん、こっちは一緒か。一緒っすね。勧誘人数稼ぎつつの方がいいか。そうですね。鎌もしくは球速、うん、スタミナとかを見て。ここが4で、ここも美味しいじゃん。キバびっくりとかちょっと行きたいよ。まあ、麺はない。そうですね。そこはもうすでに回収した岸田のところなんで。うん、まあでも、変化かな。どう？ OK です。変化いきます。よし。綺麗に 1,2,3 で抑えていきましたね。うん。やりやすいのかやりにくくなるのか。なんかやりにくくなりそうな感じ。こっちっすよね。逆側だもんな。で、で、今が、まだ猶予ありそうですね。お、エピックが出ちゃった。ってことはあれか。そこにあったのか。ああ、そうですね。残念。そう、ヒーローエピックじゃなくても、うん。通常エピックで、今左下のところで出てたからいけないですね。いやー、ここどうしよう。休むかな。行きたいけど。ちょっと怖いね。それかここ行くか。次出る可能性ある？次出ますね、また。そうだよね。アーサーのとこ終わったんで。踏んだところ、ここだと6時ですね。6、騎馬。どこがいいのかな。
そこはいけないですね。今反対側にピック出ちゃってるんで。うん。コントロールは？は平気。メンタルいくか。どう？オッケーっす。リアは1回ぐらい行けば大丈夫って感じですか？うん。福井部とかで、福井部まだ1回も来てないか。修羅になる。戦ってみるよ。来い！結構厄介っすよね。頼む。ズエーイ！残念すぎる。で、出たね、基盤のとこに。で、なるべく早く回しても行きたいのよ。守備？あれ、今ってまたエピック、うん、真ん中のしかないですよね。真ん中のしかない。そしたらまた出ますね。うん。今度はエピックが出んの？ヒーローエピック出るの？そこはちゃんと合わせればヒーローが出てくれる。でもこっちのサイドは何も出してないよね。出してないですね。ってことは、まあ、人数、勧誘人数で言うとここがいいか。カンパチくん？でもいいですし。守備でもいい。守備いくね。あ、どうしよう。人数いるからカンパチでいいか。メンタルはどんな感じなんですか？回復2つある。メンタルはその方がいいか。ダメですね。ダメ。守備かスタミナ。うん、まあ、スタミナいく。やる気が怖い。そして回復もさせたい。伸びないっす。素晴らしい。ほい、カンパチが出ました。でも絶対怪我するでしょ。まあ休んでもいいですよね。調査可能人数はいっぱいいますし。上でいいかな。さあタックで回収したいっすね。うん、真ん中つけます。いいんじゃないの。いやー、もうここ諦めた方がいいか。それかここ行くか。いや、ここで全然 OK です。ここだな。よし、ラブパ。よし、よしよしよし、いっちゃっていいかな。はい。さあ、うん、こういうとこにしとく？人数も増やせる。そうっすね、こっちの方が良さそうっすね。ねえ、しょうがないっすね。緊急登板、ちょっとポイントバランスがわからない。ちょっと変化球だけ気持ちいい感じにする。はい、左ナイス。下で。ここ厳しいか。ちょっと厳しそうだね。ここつけていいね。はい。ちなみにカンパチ何人だっけ？カンパチは、3人ですね。おお、よかったよかったよかった。じゃあここで回収してもいいってことね。ここ行くか。行きましょう。ねえ、ういっす。キバが6時でカンパチが10時。いやー、でかい回復。うん、ワンチャンここは来てくれ。来い来い。どんまい。つけます。
オッケー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 。でまたエピックが出るって感じですね。次は通常エピックかな。いや、あの狙えばちゃんと出ます、ヒーローエピック。なるほど。スペシャルタッグの時は11時のところに着くのかな。次に着くんだっけ。この場合はもう全部止まったマスに出てきますね。止まったマス1ってこと。1時の方向です。1時はもう出てますね。朝、朝出てるってことはここに、あ、そっか、朝出てるから意味ねえんだよってことは、ここはダメ。メンタルか 12時も今出ちゃってるんで、反対側キバが出ちゃってるんで、うん、行きづらいね。キバの右下まだ終わってないですもんね今。2ターン、 そこがキバのとこなんで、対角線の12時も出ないとすると、まあ2時っすね。ここね、ここね、ここ行っていいってことね。カートは、うん、休息っすかね。休息だと3時。あ、ダメだ、うん、スタミナだけっすね、うん、スタミナいきます。さあ出てくれ。勧誘人数でかい。エピック先にやりましょう。真ん中つけます。練習見ます。ドン、モード君が出ました。モードは2時でございます。で、あー、これメンタルでも良さそう。メンタルでもいいですね。ね、人数も稼げる。でランスが出たって感じですね。はいっす。上で良さそう。上でいいね。ランスは4時。おお、これはいいね。いっちゃいます。これ行くとまた5時に出てきますね、うん、で5時が、くね上空いてるんで大丈夫だと思います。ありがとうございます。イベントがあんまり来てない。来てないっすね。ちなみにこれで 1,2,3,4,5,6 時までは達成出したって感じですかね、うん、とりあえず。対強打者のコツをちょっといただきました。こっからは出ないよね。もうこういうのでいいのかな、ね、回復しつつ、回収しつつだね。いつも間違えろ。でポイントもまだ大丈夫。いや、回復もでけえな、これ。イベント 50% は厳しそうっすかね。どうかな。これ次第ですよね。そうだね。でもなんかいきそうな感じするけど、良さそう。それはいいと思います。モードは4人ですね。うん、ちょっと球速も上げちゃいます。変化球、スライダーとパームにしましょうか。コーツ、ちょっとどれ取っていいか分かんない。このままいく。よし、このままいきます。精神すごい。
行ったね。行ってる行ってる。これ2つ缶取っちゃったらきつそうだな。うわダメですね。ランスがちなみに、うん4人、クネが3人だからダンで行くのは7人必要です。でその後多分真ん中またすぐ出てくるんですよね。うん、2つ回すもあり、仕方がない。この状況だともう回すしかないですね。せざるを得ないね。でも今の時点で 1,2,3,4,5,6,10 時で、7体はい拾いピック出してて、まあ、9に向けてで考えればペースにきつくはないですね。うん、じゃあ飛ばしましょう。ここでかこいつカチューンとか持ってるの、やべやべ危ない。カチューンは取ったか。スタミナで切れ。よし、さあセクニ3694。イベントが全然来てない気がする。確かに来てないっすね。なあ、おお、いいんじゃない。3人勧誘できる。こっちはあと1ターン。ここ行きます。よいしょ。クネトランスで7人の、うん、まあ、次のターンで真ん中がどうかってことですね。そろそろ人数も上がってきてるよね。4人つけるよ。はい、あと2人必要っすね。はい、なるほどなるほど。こことかいいっすね。ここよりもこっちの方がいいよね。そうっすね。うん、守備いきます。ランス A ランスつけます。うわ強っ、すげえ行きたくなるけどちょっと我慢だな。これクネが何人っすか。4人っすか。クネでも3人っす。3人いけるぞ。真ん中があと何ターンで終わりますか。3ターンか。3ターンいっちゃってよ。そうでかいっすもんね、これ。でかいよ。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。切れね。切れ。取った方がいいコツ。これとかもそうだね。どっかでもらえんだっけ？忘れちったよ。精神ポイント、内角とかは。ちょっとわかんないんで、こっちに行こう。こんな感じする。まだ大丈夫だ。よし。撃たれ。いいんじゃないですか。ここは来てほしいな。イベントが全然よ。言ったそばできた。で、エピックですね。で、残り2ターンで真ん中が終わる。
ここまた出る？今 いっぱい出まくってっから出ない。出ないんですけど、このあと 1,2,3,4,5,6 は全部出てるんで、うんうん、行くところを考えながら行かないとってことね。でもそうすると多分デート3が今ないんですよね、うん、一発デートしとく？回復ない。ただ真ん中があと1ターンぐらいで終わっちゃう。2、1か2って考えると、また調査隊を増やしておきたいっていうのもありますし、そうするとメンタルとくか。そうしますか。 1,2,3,4,5,6,10 で7、あと2体、うん、まあ、いけますね。メンタルいくよ。はい、ここでデートって感じ？いや、これでも行った方がいい。スタミナでそれ何時方向に行きます？7時ぐらいまで行きます、ね、いや、5はもうまだやってるんですけど、うん、どっちにしてもいつ行ってもなっちゃうんですよね、うん、あー難しいな。ただ2人回収できる、だ行っちゃった方がいいですね、うん、行ってちょっと待ってください。オール終わるね。行かないダメっすね。そうだね。このまま行きます。うわ、ちょっと早すぎんじゃん。練習の鬼、これはもう体力あるんで上で勝負します、はい、いいよ、いい空振りだよ、いい空振りだよ。コントロール悪いよ。頼む。コントロール悪いよ。ねえ、対強打者、これで対強打者を抑えれます。で、真ん中つけます。で、いろいろポイントね。対強打者は取っちゃいましょう。ちょっとポイントバランスが分かんねえんだな。ちょっとこっち上げる。で、ここも上げる。こんな感じ。変化球も上がるよ。上げる。よし。これいきます。おお、二人。一人。これだとまた、6時、取ったところについちゃうんですよね。確認しましょう。ここは？そこは大丈夫です。8時の方向なんで、裏が。うん。できれば9時に関しては、クロセーラー。うん、勧誘人数5人必要なんで、できれば出したくない。うん、ここね。出すなら7時、8時、11時。うん。そこら辺が一番理想なんですよね。アンパにメンタルでいくか、ただ一人しか勧誘できない。まあ、まだ大丈夫。まあ、タックで回収したいっていうところもあるしな。オールで宝石ついてるからね。ただ、これいったら8に止まるんですよね。8で、その次タックだとクロセーラー9時。ぶっちゃけ行きたいよね。ここ要所とか取って良さそうだね。え、今何人行った？ハイスピンジャールまで行ったから7、9行きそうだけどね。まあ、ただメンタルにしとくか。いや、ここからちゃんと考えて、うん、
出してクロセーラでポーカーフェイス取っちゃう。よいしょ。セーフティーなのは絶対メンタルですね。うん、金徳を考えたってことね。はい、メンタルいこう。ちょっと金徳全部欲しいよ。変化球も欲しいけど、変化も全然出てないから。いや、ここはメンタルいった方がいい。あ、待ってください。メンタルいって8時に出て、うん、次タックで9時に出て9時なのかな。それでいいっすね。メンタルいきます。はい、ありがとう。1回目、2時台とか1回も来たんでしょ。2時台来てないっすね。で、裏が出て、タッグで9にも出るってことね。そうですね。で、それがクロセーラ。うん。これいっちゃっていいね。そうですね。技術、回復、コツ。打たれ、いい気もしますけどね。2個。はい。コントロールもうちょっとだけやれちゃおうかな。これでいく。継続。うい。火消し。解雇ですね。よしよし、まだ間に合う。一回目。ファーストタイム。で、エピカあと2ターンで終わりますよ。で、うわぁ、これでけぇな、これも。一回確認しましょう。いやー、でもエピック拾っちゃいますからね、あれ。うん。4人でしょ。4人いて真ん中が足りるか足りないかってことですね。うん。ちょっとわかんないね。今、2人で、4人になって。結構きつそう。豪華そう。とりあえず火消し取る。多分このエピック取っても無理だよね。多分つけられないですね。つけられないよね。残り2ターンで終わる。わー、すげえな。回すとなると、だな、ここ行っても取ってしまう。ここ行くと1人、ここは2人。真ん中次のターンでもう終わるんですよね。あ、もうなんのか。いや、そしたら行っちゃった方がいいです。真ん中無視した方がいいですね。うん、これって技術ポイント的にも結構きついかな。どうしたらいいかな。感じ158いくとして、こっちはやめとこう。これでいきます。玉持ち地球すごい。玉持ち最大までテーピック、こっちはつけます。これもきついね、トク。これは無理ですね。メンタルぐらいで。
メンタルを取っちゃうよ。それでも無理だな。守備とか。守備だね。一回デートで様子見る。が終わって可能調査が進むデートにしますか。うん、1回目です。いや、真ん中の終わった人数たちでってことだよね。また次のターンで増えるを増やす、うん、ただ次は真ん中が2ターンとかで終わりだったら今の選択がだいぶマイナスに出る。うわ、2ターンだと終わっちゃう、ね、このセクション中に終わりますもんね。結構怖いね。おお、5人。いや、でも真ん中、くそ、あ、守備、あー、3人。ちょっと待って、今が3人本当は必要なんだよね。だメンタルいったらいけるんだけど、今度クロセイラが時間かかっちゃうんだよな、増えるんだよな。そうっす、ね、でもそっちした方がいいんじゃないの、金徳のためには。ま、もう一回ゲージ見ましょう。ゲージってこれ、こっち、ゲージすぎ、戻るのこれ。多分まだ80いってないですもんね。ああ、そういうことね。そうね、真ん中失敗したらちょっと怖いですよね。ちょっと怖い。でも1個達成するのか。とりあえずじゃあメンタル、うん、いきます。でクロセイラは次のターンにはいけるとありがたい。速球対抗心をかなり掴んだ。5人なんだよね。とりあえずこっちつけます。いやいや、練習見た方がいいっす。4人で、ゲージどんな感じですか。マジ際どい感じですね。わかんない、どんぐらい減るかにもよるよね。結構減るよね。20ぐらい減るでしょ。で、クロセイラ3ターンですよね。3ターン。じゃあ真ん中つけて6人でしょ。で1人になる、まあ行くしかないな、真ん中行くしかないですね、うん、行って変化で4人、変化か守備、まあここだな。でコツコツ来てる。これでいきます。で変化、よし、うん、あ、これすっげえ難しいな。7だった。でここが真ん中は無視ですね。うん、光の宝石とか宝石系ないですよね、真ん中ない。じゃあ無視で、でこっちで2人必要になるのね。2人の練習にここ良さそう。人数稼ぐならここだけど、まあこっちだよね。いや、でも回しちゃってもいいんじゃないですか。もう宝石めっちゃついてるんで。あ、本当に。じゃあこっちにします。スタミナやる気が2つぐらい下がるけど、ラブパで直そう。2つは下がんないかな。打ち抜こう。80% は達成したってことですね。うん、回復強化でかい。
で、こっちつけます。ギリセーフって感じですね。うん、で、あと1人だよね。で、それが浦賀って感じだよね。もう回して急ぐしかない。そうですね、メンタルいって、うん、メンタル、まあ、あのエピックすぎちゃってもいいですね。うん、浦賀をとにかく出したいって感じだよね。まあ、メンタルだね。奪三振、内野さんもいいかな。メンタル投手、よし、無視ね。浦賀は4ターンですね。はい、守備とかここいいですね。いいですね。よし、ここ行きます。騎馬、重い球取った方がいいね。取った、取ってない、取る。スタミナ行きます。うん、これは真ん中でいいかな。回復あったら回復の方がよかったな。あっちつけた方がよかった。いや、裏が回収しちゃった前に休息。じゃあ行きます。で、これで裏が達成できれば9人。そうですね。いや、これ俺一人でやったら頭こんがらがるな。俺A ピック、こっちですね。一応真ん中もどんなやつだけちょっと欲しいね。欲しいですね。3人ですね、プラス。ここで3人いけるのがあれば。うわ、でかい。3人、おお、ナイスプレー。技術が完走します。低めとか。そうね、逃げ球とかもいいのかな。もうクロファイ、球速安定、こんな感じでしょう。イベントよ、イベント。コンピューターに任せます。これはてかイベント全然来てないよね。来てないですね。ランス、虹谷、2回目も来てないかな。うん、鳴海は2回目は来た気がする。結構強いだけに、なんかちゃんと走ってほしいな。ピックつけまーす。下も一応見てから。あ、上の方がいいね。はい。ここでも人数がいる方がいい。あー、回収してー。この変化欲しいな。かといってデートももったいないでしょ。そうっすね。でもデート狙いでこう取るか。そうじゃなくて回収できないよね。うん、デートでいいね。つもり屋の評価もよろしくない。もてもてつけた方がよかったかな。ありがとう、狂気をいただきます。イベント来てくれ。
オッケーオッケーオッケー、1回目1回目よ、頼むよ。まあここですね。技術が怖い。もうもらえないっす。イベント来てくれ。いやラストタックで全部拾っていきたいっすね。うん、おお3回目だ。よし、いよいよいよ、もうつけられないと。タック来てねえか。もうない。筋力いらないから、もうコントロールとか行って向こうのゾーンに行こう。うん、そうしましょう。ジャイロナイス。伸びナイス。ナイス。イベント来てください。ああ始まった。全部取ってますね。デートか。いや、イベント来ないの。いや、まだクイックのあのコツのやつ来るかもしれない。リアの評価とかも今更でしょ。デートします。はい、イベントくん来よう。さあ、いいよ。抑えだったのだよね。ですね。で、感じですね。一個一個ね。これだったらデート、でも行った方がいい？コンコツもらった方がいい？守備もありっすね。うん、印象ポイントもらいつつリアの評価。はい、守備か。部活側に OK。 サクッとで仕掛けます。勝ちます。勝たせてください。クイックはまだもらえる可能性がある。よし、お待たせいたしました。いや、キーバー頼むよ。キーバでも乾燥したら結構強いと思うよ。オッケー。クリポイントがやっぱ伸びないっすよね。イベント何でもいい、来てくれ。デートするね。はい、4回目。まあ、リアまだきついか。2回目です。
リア行っとくか。いやでも次空で怖くないですか最後。わかりました、セーフティーファースト。どっち下にするね。うわ、これ大変か。全完走はこの時点でできません。今のところこのままでいくと3つ足らない。サクッとでいきます。ここも3つか。こっちでいいかな。3つ調子リーのイベント来たらやっかんな。あ、そうじゃ、クイックか。くわー。おー、いきなり。いきなりスリーベース打たれたのこれ。マジかよ。あれピッチャーあんま強くないのか。ちょっとやばいねこれ。相手がめっちゃ強いっていう。うわっ、相手めっちゃ強いのかなこれ。カンパチ君のリードに何ありなんじゃないのこれ。まあただ超尻上がり持ってますからね。後からグイグイ行くよ。投球は3球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。エンタク追加点のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面、片野。第3球をキャッチャーへのショーフライだ。キュー。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を初球、速いなやっぱ160キロ。もう伸びも20までからつけたんですよね。うん、走者釘付けはまだだけど、あれあると体感もっと速く感じるからね。これで追い込みました。第3球、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリ円卓、追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面、バットパスボール、赤原。カンパチ大丈夫か。カンパチ二塁三塁に変わります。第2球、そしてカンパチのせいにしておりません。第3球、インコース高めいっぱい、さあ打とう。打つんだ。円卓、追加点のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮田。円卓だから怖えよな。第2球、低めいっぱいストライク。第3球を見逃し三振。頼む頼む。ガンガン回ってくんなおい。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で大津、ここまで2打席連続三振。ストライク、膝元厳しいところ、これで追い込みました。投げた、スライダー、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第1球、見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球、ストライク、膝元厳しい球でした。第3球を内角高め、見逃し三振。お願い、打とうヒット3本しか打ってないのに。そんなに相手の先発いいの。マントル同栄同栄。確かにあいつはすごそうだけど。うちのピッチャーもいいだろう。ここが円卓の怖さっすね本当に。連動も全部走ってたり、いいなって思うやつは初戦以降はピンチャンなのかね。まんねよ。左バッターボックスは9番片野。今日はここまで3打数1安打1三振。初球に送ってストライク。ピンチの後にチャンスはあるからな。第2球ストライク。第3球を内角低め、空振り三振。お願いします。打ちましょう打ちましょう打ちましょう。打て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 。バカ野郎。
頑張ったのに。うわぁ、いや、カセティンそこそこ強かったと思うんだけどな。うん、でも我々あれじゃないですか、さっき冒頭でもトクがずっと言ってたように、割とねイベントだったり特攻キャラ作りだったり結構やってたんで、こっからちょっと円卓ムードでガッツリやっていきたいと思います。そうっすね、頑張ります。いやちょっと悔しいな、まあ、でも楽しいっすね。楽しい楽しい、やりがいが本当にあるっすよね、うん、でもなんか一個他力な話するとやっぱりなんか徳を横につけておくだけでの安心感はやっぱ違うね。俺一人だったらなんかもっと別な選択してるところいくつかあったから。ゲームウィズっすね。ゲームウィズの凄さですか。ゲームウィズさんのこのサイト見ながらじゃないと、うん、プレイできないっすね、冗談抜きに。まあそこにやっぱりウィズの魂が込められてるんですよ、うん、共にっていうね、ウィズ。ゲームウィズ。いやもうこれで、いやーそこそこ強かったと思うんだよな。まあ金の国全部走って優勝してたらって意味ね。絶対強かったよね。うーんまあそうっすね、はい、多分ヒーローエピックに関してはやっぱり12個出すのが伸びしろなのかな、うん、あーなるほど、別に9でもいいと思うんですけど、ただやっぱりポイントもらえるポイントだったりとか、ね、ポイントとかっていう意味で言うとやっぱ12出すのが理想ではあると思うんで、うん、まあ、その辺とかもうまくできればさらに選手ランクは上がりそうな気がしますね。まあでもまずまずな感じだと思いますけどね。うん、まあちょっとまたやっていきましょう。はい、また皆さん見てください。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。